追走が3番の吉松、そして3番手車を外に持ち出しまして4番の青柳が前を抑えに行きますか。さあ残り800を切って1コーナー誘導は残したまま、4番の青柳そして1番の今岡、この両者が並ぶような形になっております。さあここは今岡突っ張ってまいりますか。4番の青柳光輝がさあ2番手外並走、ここで縦に踏んでいきました。九州勢が主導権を握っていきます。4番の青柳が主導権を握って5番の山口、2番の四つ本と続いている。そして叩かれた1番の今岡が現在4番手、残り400を切ったところでここで1番の今岡が縦に踏んでまいりましたが、前では4番の青柳も突っ張っていく。さあ3番の吉松が内をついていって、さあ2番手のインコース、そのアウトコースが5番の山口隆弘、2番手がここは並走となりました。飛ばしていく4番の青柳光輝で4コーナーを回ってきた。先頭は4番の青柳、青柳先頭でゴリッ